すごい笑ってる。あ、よかったね。お母さんもすごい。待って、ちょっと待って、ちょっと待って。電話あるそうです。やった、やった、やった。ねえ。こいちゃんどうですか。うん、眠たいね。おお、倒れてる。うん、ああ、ちょっと。ポンちゃん、お布団行こうか。あ、眠たい。布団行こう、布団。うん、起きた。よいしょ。行くよ、お部屋。立つよ。そう。はい、自分で立って。はい、行きます。いいか。一緒に行こう。ああ、偉いね。ごろんしていいよ。枕あるよ、後ろ。気をつけてね。よいしょ。はい、ポンポン。ねえ。落ち着かんよね。なって4週目です。疲れてきたね、もうね、うん、もうそろそろ寝れそうじゃない。寝れなくなった当初は発狂してたね。ちょっと泣いちゃったりとかね。寝たいのに寝れない。さすがに4週目に入ってこの葉も疲れてきて、目が覚めてもぼーっとしてます。でもね、そわそわするっていうことが落ち着いてきたので、なんかいろんなことができるようにはなってるね。でも寝れなくなった最初の3週間の間はもうそわそわして、この葉ももう辛い、寝れないで、なんか泣いたりとか、ギャーとか、ちょっとトイレとかお風呂とかもね、なんか行かなきゃいけないんだけど行けないみたいな感じだったんですけど、4週目に入って、なんかぼーっと、目は覚めるんだけれども、ぼーっと、眠すぎてぼーっとして、でもそんな状態でもスタスタお風呂に行ったりとか、着替えしたりとか、トイレに行ったりとか、なんかノロノロではあるんですけど、動きは。なんかそういうのをちゃんとするようになりました。眠いけど精神的にはなんか落ち着いてきてる感じです。そろそろまとめて寝られるんじゃないかなと期待してます。あ、ちょっとこんちゃんも笑顔が出てきたんじゃない。あ、気のせい、母さんのちょっと願望だった今。一瞬ニコって笑った気がしたけど、ちょっと辛そうだね。今日はね、さすがに疲れて6時なんですけど、事業所から帰ってご飯食べて、もう自分からもう歯磨きする、お風呂入るって言って、あっという間に布団に横になりました。こいちゃん、こいちゃん久しぶりに、たくさん寝られたね。まとめて10時間ぐらい寝られた。何日ぶりだろう。まだ寝ぼーっとしてますけど、今弟が投稿したらもう私も行く言って、靴眠たいけど行くんだよね。よし、こんちゃん行きましょうか。あー、靴履いて行きましょう。まだ笑顔はないです。あ、倒れちゃった。行こう。あ、靴履こうね。行こう。パパ、ちょっと元気に出てきたね。寝られるようになって2日目ですかね。気持ちいいね、散歩。すいません。ね、でもすごい興味があるみたいです。すごい入っていくので。皆さんそうなんですよ。なんか不登校の子たちも集まったりするんだけど、うん、ここは居心地がいいから。そう、あ。で、それこそここメインで借りてらっしゃる方は、お、うん、子さんが欅さんに行かれてて、はい、で、その欅の親さんたちが外で立ち話して見えるから、だったらちょっとゆっくりできる場所を提供したいなって言って、ここを借りられてて、へぇ、うん、間借りしてます。さんっていうのも、うん、そういう施設のあれですか。もうね、高校を卒
業した高校レベルを卒業した子たちの就労場所みたいな、ああなるほど、住んで就労してっていう、ね、そういうことに、それとかハンディのあるお子さんとかお孫さんをどう相手したらいいかっていう、そういう勉強会みたいなのがあったんですね。へえ、待ってくれたのね。なんかほっとするね、ゴロちゃんね、距離がねすごく近い、すいませんね、近くにまで。ね、いろいろ気になるね。はい、あ、あ、あ、いいんですか？はい、はい、ありがとうございます。ね、あ、お菓子もありがとうございます。嬉しいね、ゴロちゃん。ラッキーだったね。ラッキーだったね。距離2回しかあげてないので。そうなんですか、なんか吸い込まれるように来ました。ねえ、うんうんうん、あ、はいはい、お弁当はでもあっという間に予約いっぱいになっちゃうので、美味しいので、うんうんうん、はい、ありがとうございます、嬉しいね。そうそう、元気だから、睡眠リズムがうまく取れなくて、うん、それでなるべくちょっとのんびりいろんなところを散歩しつつ、ありがとうございました。吸い込まれるように行きました。素敵なとこだったね。ああ、うん、すごい笑ってる。あ、よかったね、うん、嬉しかったね。見て見て、カッパさんがある、カッパ、ほら、あ、本当だ、何？何？ちょっと遠いけど見えるかな、見える、ついてるね。あ、こんちゃん、なんかサンドイッチ専門店だって。あ、もう気持ちがあれだね。あ、引くだ、旅行はできんね。こんにちは。あ、こんちゃん美味しそう。サンドイッチだけじゃなくてケーキとかある。あ、なんか気になる、気になる。疲れとるでね。すごい美味しそう。スコーンとかもある。何がいいかな。あ、これ、あれ、コロちゃん行っちゃうの？コロちゃん。あ、じゃあコロちゃんに食べやすいシフォンケーキと、あ、それにしよう。はい、じゃあこれとシフォンケーキお願いします。ね、美味しそうだね。うん、選べたね。こんちゃん、そこで食べられる。うん、はい。あ、それ鍵しませんよ。鍵しません。鍵しません。ありがとうございます。よいしょ、こんちゃん食べようか。ちょっと待ってね、いい感じ。うん。食べるの、こんちゃん。お母さんがシフォンケーキ大好きなんだ。ね。どう？どう？お母さんもすごい。ちょっと待って。ね、座りたかったんだ。ちょっと硬かったかもしれん。ああ、椅子が、うん、あ、すごいしっとり。うんうん、はいはい、行きますか。おっとっと、はい、いいね。ここで座れるといい。そう、うまくいかないね、こののちゃんもう、すごくいいのね。
やったやった、ちょっと笑い出したね、ゴルちゃん。ちょっとあ、今笑わんかった、声出したね、久しぶりじゃない。ちょっと楽になってきたね、これで2日寝られたもんね、なんとか続けてね。今一瞬だけ笑ってくれたから急いでカメラ持ってきたけど。こいちゃん今日楽しかった、商店街おやついただいたね。今日も寝れそうだね、ちょっとなんかぐっちゃぐちゃですけど。いろんなところでね、ちょっと場所移動して寝るから、布団もあっち運びこっち運びでぐちゃぐちゃになっちゃうね、いつも。今日も穏やかに寝れそうです。すごい笑ってる、あ、よかったね、うん、嬉しかったね、やったやったやった。